はい、やっほー、皆さんこんにちは、よしばちゃんです。 YouTube 撮ってます。こんな感じですね。後ろもちゃんとよしばちゃんって書いてあります。今日はですね、待ちに待った、ポイントゲッターズさんね、旧ポイントゲッターズ現アトレチコクラブさんね、お米渡しの日です。あいにくのお天気ですが、お米はね、個包装にしてきましたので安心して、配っていけると思います。はい、というわけでカッパもちゃんと着てるしね、忘れ物ないね。これね、立てるスタンドね、いいですねこれ。はい、というわけで撮っていきましょう。撮ってますって書いてあればね、みんな避けてってくれますからね、嫌な人は。そういう作戦です。プサに電話。行けばいいのかな。まあ行ってみますか。ここに来てくれって言われてます。まあ練習が終わってからね、やっていくつもりなんで。まあいいか、寝なくてもいいか。まあいいや。はい、というわけで。いやいやいや、 YouTube 撮ってます。佐藤和馬選手がねやってましたよね、昔。 YouTube 撮ってます。後ろも、おすごい。名刺ね、名刺たっぷり用意してあります。表裏でね、コトリンファン代表 YouTuber 吉郎ちゃんってことで、副業で、本業が YouTube かもしれません。こんにちは、すいません、別府さんはいらっしゃいますか。別府さんいらっしゃいますか。あ、別府さん、営業の別府、あそこに車止めてくれって言われたんで、あそこに止めました。あの、あ、今日、わかりました。はい、こんにちは。あ、はい、すいません、撮影ダメみたいですね。というわけで撮影はダメみたいなんで、撮影なしでお願いしますと言われる前のところまでの動画しか、あ、カットして抜けばいいのか。撮影はダメとこ知りませんでした。はい、まあ、ちょっとしばらく待ちましょう。お米がね届くの、あの辺に、あ、来ましたね、今2台来ました。こっちです。おーい、あ、いいか、こっちで行く。ずーっとまっすぐでーす。おーい、トイタさん、おーい、こっちでーす。おーい、おーい、練習風景はね、撮影ダメらしいですね。そうそう、そういえばそうだった。なんかその、試合の前にね、何を、誰が出るとかどうとかっていうのをね、見られちゃいけないそうです。お疲れ様です。ギリセーフ。オッケー。
多分上の人にしとく。ああ、そうっすか。もう一個かな。もう影がないわ。よいしょ。あ、ほんとや、ちっちゃいわ。おいさん、笑わしてくれるなぁ、なんか。冒険してくれる。お米はね、はい。取れてますけどね。傘を差してね、お米が渡すのよ。ちょうどこの間ね、衝動的に買ってしまったIKEAの袋がね、ちょうど役に立ちました。これこれこれ。IKEA袋、必殺。デカめのIKEA袋ですね。はい。かれこれもう4年ぐらいね、お米を届けさせてもらってます。ポイントゲッターさんですね。まさかの最初、いきなり怒られました。撮影やめてください。すいません。まあ、そうですね。詳しいとかそういうのありますからね。一回この辺でね、撮影はやめていこうかと思います。練習風景なんでね。この辺りで、この辺りで渡すそうです。控え室から上がってきた辺りで。はい。まあ、これで。こうやって、置いておこう。練習風景やっぱ撮ったら上がるらしいんで。あ、そうなんですか。一旦ここで失礼します。バイバーイ、吉野でした。20箱。ふって言われちゃった。バイバーイ。あ、そうです、そうです。あ、そうなんです。チームでちょっとやりながら、手伝いしながらって感じですけど。ちょっと、あの、遠藤純喜さん似てません？なんとなく。懐かしい。え、純喜さんにちょっと似てません？目元のなんかちょっと。ちょっと。あそこでいいですか。車あそこに入れていいですか。あそこの前に。あ、はい。前にじゃあ。はい、いいです。お願いします。びっくりした。本当になんか営業さんかと思ったらそういうあれやったんですね。そうなんです。おはようございます。この前に。はい。あ、この辺ですね。あ、この形で2台。私の車もそこで動かした方がいい。これ私必要ないんで戻ってきますわ。いいですか、うん、あっちの前の駐車場にすぐそこにちっちゃい駐車場あるじゃないですか。ああそこですね。はい、わかりました。じゃあ必要なものだけここに、はい、で動画なんですけど撮られます。やめても大丈夫ですけど別に一旦ちょっと撮るだけ撮っていただいて、だから使うの使っていただいて、じゃあそれでどこ消したらいいかとか、はい、あここです。これ並べてもらおうか。ちょっと抜き下入ってもいいですか。あ、今の下だけ軒下まで入ってもいいみたいです。そーっとあーバックで。それから社長の下、いやあの屋根があるんで社長の下なんだこれ。少しだけここ軒下のやつや。この辺がいい。ああちょあーですね、うん、じゃあここ辺でバックでバックでこの辺こう行ってバックでこの辺です。ああ、そうか。軽トラって1台だけでしたっけ。2台の人2台。これ2台で、あ、これじゃあ数台。じゃあもうこのままの方がいいんちゃうかな。こういう風に2台止めれば、これだけですか。これとこっちにもあるんで、2台だけですか。2台こうやってして、あ、これでも大丈夫です。2台だけなら、うん、そうしましょう。このままで、じゃあおいさん、そのちょっと名前が見える方のがよう。え、ああ、どういうドリームファームっていうの。ドリームファーム。だからこれ、あ、これでいいか。あ、また動かすんでとりあえず回しておいて OK です。熟年のファームみたいな感じ。北川さん、すいません、ちょっと入ってます。こうでいいですか。はい、わかりました。北川さん、僕の車を、これここに鍵が入ってるんで、はい、これあればピッて置くんで、で、その辺に駐車場がある、小さいのがあるんで、ああ、駐車場に、はい、お客さんに渡すお米なんですけど、はい、ちょっと様子見て、ちょっといきなりバッて配らず、最後本当に残ってればの感じで、めっちゃ残ってるんで大丈夫です。あの、またそれ、僕らそれは事務所も近いんで、言ってください、それあの、めっちゃいっぱい作ってきましたね。ありがとうございます。選手も多分、全然何個も持ち帰ると思うんで。まあ、一応でももう一個っていう風にさせてもらいます。はい、全然大丈夫です。あの無農薬の
2.5 キロ1個か、うん、農薬普通に使った5キロ1個か選んでもらうような感じします。わかりました、はい、でスタッフの方の分はどっかまとめてお貸しください。今のうちでも、今のうちにでもやっときましょうか、スタッフの分。その辺も抜きしておいてもらって、いや、スタッフ、いや、お、濡れちゃうといけない。中でもいいんで。スタッフの方ってもうどっかの車に積んだりしていけません？向こうの車に入れますけど、一旦多分シャワー浴びにこっち来るんで。あ、スタッフの分だけ、こっちに置いといてもらえば。スタッフの人も全部来るんですか？選手大体来ます。じゃあ一人一個渡しておけばいい、はい、もしあの、帰ってしまっても後々お渡しできるんで。そういう分だけでもさっき積んだらあかんかなと思って。車にですか？あの車に住んでも意味ないんですよ。これはフィットもあかんす、ね、フィットも意味ないんですよ。あ、了解です。おのおの車で来てるんで。了解です。ここのとこ全く取る意味ない、はい、ちゃんとあの出来上がったものを見てもらって、これ消してこれ消してみたいな、はい、まあ別に絶対アップせなあかんわけでもないし、ね、でもやっぱポイントリターズ時代でちょっといろいろ変わってきて、ルールとかその辺よくなんか練習、前言われたのは練習風景が分かれてしまうと、なんかその、ね、メンバーが分かってしまったりとか、それ以上に、まあ、車ここ止めていただいて、ちょっとずっとこのエンジンつけっぱなしにするのもあれなんで、こっち、この辺でいいですか、はい、頭。もうちょっと寄せていただいて、こっちに寄せて、あ、そう、これにこういう感じでいいか、ちょっと、ね、ここに寄せてもらう感じで、この軽トラの横に、こういう軽トラよりは前目に、まあ、後ろでそことそこで渡しやすいような感じで、でいいっすよね。いやいやいや、うん、選手兼ではないけど、そのただただスタッフです。その動けるっていうか、もうサッカー、サッカーも経験者というか、ただただすごい、ね、手伝いで来てるだけ。もう前も本当総入れ替えぐらいの入れ替えで、もうそうですね。この1年間で。ある程度の人間は変わったので。そうですね。でも練習まだまだ終わるの。あ、よかったよかった。まあまあ、あの辺で 見とったらいいでしょ。ネット裏で見ていただいたら。じゃあまあどうせ撮影は練習中はあれから一旦消して、はい、撮っていこうと。もうここで止めますんで、ここで、はい、あのお客さんとかで、お客さんも変わっちゃって、あ、で NG になった。ああ、お客さんが撮ってるのを見ると撮っていいんだって思っちゃう。そうそうそう。あ、じゃあもうほとんど上げアップした方がいいな。わかりました。というわけで、なったみたいです。バイバイ、よしおちゃんです。でした。YouTube 撮ってます。どうもこの動画は YouTube にアップできそうになりません。残念。頭の器をかぶすのにはやってなかった。笑う。まあ、どうぞ、私はカッパなんで大丈夫。使ってますよ。あ、いいです。わ、すごい。ポスターいただいたらどうですか。うん、じゃあお借りします。はい、どうぞ。ちょっと僕も行ってきます。さすが紳士な人は持ってるな、傘をちゃんと。二本。感染しましょうか、みんなで。そうですね。ヤッホー皆さん、こんにちは、吉岡です。もうロリさんにね、お任せしようと思います。じゃあお願いします。はい。写真も撮りながら、全体をいろいろ撮りながら、いろいろ撮って。はい。ありがとうございます。ちゃん、はい、ちゃん、ちゃん。あ、小さいやつ、小さいやつ。はい、お疲れ様です。ちゃん、ちゃん、オッケー？ちゃん、はい。はい、はい、スリー、ツー、ワン、ワンモア。はい、スリー、ツー、ワン。オッケー。Thank you。今パイパイ入ってます。大丈夫。もう上手よ。女の人すごいな。怖いもん知らず。写真撮ってもらおう。こっちのスペースで。あ、はい。すいません。裸でおるで。はい。撮ったらえらいことなんで。えらいことになります。
何避けとったの？避けとったの？これファンやな、ファンやな、山さん。でなってくるやろ。私はこっち行ってくれる。ちょっとその時どっちかで、あ、どっちか希望してるんで、さっき車乗りたいかとか、あ、後で受け取りたいかとか、あ、はい、そうなの、タイミング見て。選手もされながら候補もされてる。僕選手してない。あ、そうなんですか。体が。体。なんかスパイク入っとったらな、どうしよう。そう思ってまうね。はい。動画撮ってます。うん、動画撮ってます。どうしようかな。どっちか一台の方がいいかもしれない。後からなんかチェックする。なるほど。ほんなんもう。あ、写真だけで。はい。おーでーす。さっきはね、カメラに電話がかかってきちゃいましたから、今度はカメラだけのやつでやってます。まあ、サブ携帯ですね。サブ携帯の番号誰も知らないはずなんで、かかってこないと思うんですけど。
米もらえるんで。後から当ててください。まだ今でもいいです。
持ってって社長に。
ありがとうございます。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 あり
雨に当たっとるけどいいのこれ？いいの？雨に当たっとるけどいいの？あ、そうなん？雨に当たっとるけど。カメラが濡れてなければ大丈夫。はい、というわけでまあ大体ね、ましたね。終わりにします。
バイバイ、ブルーお姉さん、バイバイ。また撮っていきます。ブルーお姉さんでした。バイバイ。